でかいんだ。新宿でこの針出して歩いてたら事件ですよ、これ。どっちザメです。サメの中では結構楽ですね。こういうの釣りたいんですけどって言ったら連れてってくれるんですか。あの釣り船の船長さんに、まあ話の分かる方だったら。釣り船自体はどうやって調べるんですか。ネットで調べます、ひたすら。あのツイッターとかで変なもの釣る会があるんですか。変なもの釣る業界ありますよね。 ありますね。会業あるんですか。ダイオウイカとか、あれ今まで1匹だけ生きたまま採取されてますけど、あれ釣りですよ。しかも狙って超やる気出てきた。おにぎり食わなくて大丈夫ですか。あ、食ってない。今日俺朝から何も食ってない。そういえばそれで酔い止め飲んだら逆に酔うんじゃない。いけるいける、酔ってもいい。本当にテンションが上がってきましたね、はい、最近生き物を捕まえるのにね、エクスタシーを感じ始めてるんですよね。ムツゴロウさんとかそういう感じなんですかね。間違いと思うね。やっぱ本日初めてのおにぎりを。いい顔してる。怖い。こんなスピード出るんですか。全然横浜の近く。そうです、これ稲田です。何でも食べますね。割と新鮮な方がいいんでしたっけ。そうです、卵の方がいいですね。ポンポン入れちゃっていいですか。新鮮じゃない、はい、おりゃおりゃ、危ない危ない危ない、おりゃ出ました。なんかそこにゴツゴツ当たってるなっていうのが分かれば、入れたらもう釣れたようなもんですか。時間と勝負ですけど、ね、おー